でずっとさかのぼって実は私も、ツアーとしては1978年に学生の時にアメリカのチームが、大学に来た時合宿をしました。1日の合宿、非常にいい経験でした。そしてその時がきっかけとなって、その時に来た先生、マサチューセッツ州立大学のマトロン先生というんですけれども、彼が、夏に高校生向きの合宿をするから来ないかと言われたんですね。大学3年生の時です。で、3週間のアメリカの高校生の合宿にゲストとして呼んでもらいました。で、初めはそんなネイティブスピーカーの中に混じってどうなるんだろうと思ったんですけれども、ちゃんと私がメモを取ってるのを見てくださった先生が、まあ試合はちょっと無理だろうけどジャッジしてみないかって言われて、アメリカの高校生のディベートをジャッジすることができました。そういったいろいろなつながり、そしてまあディベートというか経験とかですね、楽しみ、そういうのがずっと私の、まあ、あの大学での仕事、それから研究、そういうのの支えになっていると思います。まあ、その辺が最後の友達を作るというようなところにもかかると思うんですけれども、今回のディベートというのはもちろんこれディベートとはどんなものかっていうのを見てもらうためで、本当のまあ試合ではないですけれども、でも周遊館のチーム本当によくやってたと思います。その先ほどあのテレビのインタビューでもうアメリカのチームが答えてくれたんですけれども、どういうところが良かった、周遊館のチームはしっかりとですね、調査をして資料を集めて、国際比較とかをして、例えば日本でじゃあギャップターン導入したらどうなるんだろうっていう時に、もうすでに例えばイギリスでは導入していると。でそうするとうまくいってるのかな、 7.8% の人しか、実際には使ってないんだということですよね。でそうすると制度としてそういうものがあっても実際にはうまくいかないかもしれない。でただそれをそう言って言うだけではなくって、ちゃんと調べた事実証拠に基づいて強い議論を作ってたんですね。で、もう時間があまりないので、ざっと今日の試合を振り返りたいと思うんですが、ディベートの基本っていうのは先ほども話があったように、自分たちの立場をしっかりと示す、それがまず最初ですね。でそれが、コンストラクティブスピーチ、立論と言います。で肯定側の、立論、否定側の立論があります。でそれはそれだけだったら、演説とかスピーチっていうのと一緒ですね。ディベートの違うところは相手側があって批判してくれることです。クリティカルシンキング、まず自分たちの議論をしっかり証拠立てる、そしてそれに対して相手がその議論が本当にも正しいのだろうか、もっと厳しい目で見てくれます。アタックスピーチ、攻撃ですけれども、ただ相手を潰すっていうんではなくって、一緒にちゃんとした議論かどうかを点検していい議論を目指そうっていう形ですね。そしてそこで終わらずに、相手から反論されたら、批判が来たら、それに対してさらにディフェンスがあります。自分たちの議論をもっと強めよう、相手の批判が本当にちゃんとした批判になっているのかどうかということを点検する、それがディフェンスのスピーチですね。でそういうふうに見てもらうと、例えば全部もう見てると時間がないんで、一番最初のポイントで肯定がアファーマティブが言いました、コンペティティブネス、競争力が上がるということですね。で日本で今どんな問題があって、秋入学にしたらいいんじゃないかっていう提案をしたわけですね。でそれに対して、まあ、質疑応答があって、その後、ネガティブ、否定側からアタックというのがあって、いろいろ言ってくれました。ちゃんと大学で勉強しないとダメじゃないかとか、それから先ほど言ったイギリスの例を出して、無理やりギャップタームを作っても実際にはうまくいかないよとか、それからもっと大学でいろいろできることがあると、言ってましたね。なんかクラスサイズを小さくして、しっかり英語で、勉強ができる環境を作って、あの英語を教えている教師としてはちょっと痛いんですけれども、これぜひあの九州大学のですね、あの総長に聞いていただいて、こういった改革を全部九州大学でですね、導入してほしいと思うところなんですけれども、そして、そういったものを、そしてさらに今度はそれに対してまたアファーマティブがディフェンスのスピーチで、いやそうじゃないよということを言ってました。でそういったものを皆さんが、聴衆の皆さんが審査員として決める人、決める人は皆さんです。両方の意見を聞いてどっちがいいんだろうかな、ただ片方の意見だけ聞いたらああそうかなって終わってしまうけれども、
反対の意見も聞いて、お互いにその議論を点検しているのを聞いて決める。これによって多分もっといい結論にたどり着くだろう。これがディベートの考え方ですね。で、そういうことを口頭でまた英語でやることによってコミュニケーション能力も培ってるというところです。で、まあ、一応あの試合っていうことになってましたので、皆さんの印象でいいですか、どっちが勝ったのかな、決めてみましょう。まあ、あの真剣にあの数えると大変なんで拍手でいきましょう。拍手、まず肯定側否定側それぞれ拍手でいきますので、肯定側、秋入学クラス入学にしようっていうか、肯定側が良かったと思う人拍手してください。では否定側、周遊感、今のままでも自分できる、どうでしょうか、拍手。私ね、あの音痴なんでこれ音だけで判断できないんですけども、後であの放送局の人にビデオチェックしてもらいましょう。でももちろんここは勝負じゃなくって、周遊館の2年生の子たちが去年始めたばっかりだって言いましたよね。そしてしっかり調べ物をして、英語で、そしてアメリカ人から質問されて答えて、そこが素晴らしいと思います。ぜひ皆さん九州大学に来て頑張ってほしいと思うんですけど、多分なかなかそういうふうに他のところにも行っちゃったりするかと思うんですけれども、九州大学でもぜひあのディベートができますので続けてもらって、もしあれだったらですね、ちょっとあの またそういうつながりの話で紹介したいと思うんですけど、今日たまたまですね、あの九州大学で英語のディベートをしていてですね、あの私1年生で入ってきた時、法学部の学生さんだったんですけど、英語でディベートするなかなか不安だったんですけれども、もう一生懸命ディベートしてですね、タイに留学した時もそこの英語のディベートクラブで頑張ってくれて、で帰ってきて頑張って、で法学部で実は今年から実は大学院の、早期入学っていうんですかね、あの学部の4年生の時に留学途中で入学できる法学部の国際コースができたらしいんですけど、そこにあの初めて合格してくれた赤井君が英語でディベートをしてます。でさっき聞いたんですけれども、これもディベートつながりだなっていうことで、大学院で指導教員になる先生っていうのが、私が大学時代に一緒に英語でディベートした先生だったんですね。まあ、そういった素晴らしい人とのつながり、皆さんもディベートを通じて、付き合っていただければいいと思います。ありがとうございました。